今日もやってきました人間力大学 YouTube 対談のお時間です。今日は心理カウンセラーでありがとうございます、よしきメソッド大島さんとも共同開発されて、お母さん心理学の校長先生でもあります矢部ゆうきさんに来ていただいております。矢部さん、よろしくお願いします。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 ありがとうございます。今回もですね、矢部さんには7月3日に人間力大学に登壇していただくということで、はい、おお、矢部さんのご紹介を改めて何度もしていただいてるんですが、大島さんからよろしくお願いします。いや、大変おこがましいんですけど、まあ、僕のことを知ってる人たちが見てるってことを大前提で言うと、はいはい、もう僕の右腕っていうか、本当に彼がいなかったら予宿プロジェクトもないですし、本当に今予宿講師の夢を、やっぱ夢が叶う世の中にしたい、で夢が溢れる世の中にしたい、で本当に夢や希望がなかなか持てない世の中になっている中で、そのどうせ夢なんて叶わないとか、夢がなかなか持てづらい、希望が持てづらい、この日本の世の中になってしまっているこの世の中を、なんとか夢が溢れる社会を作りたいよね、その夢が叶う人たちをたくさん増やしたいよねって、で夢の叶え方を徹底的に学んできて、矢部ゆうき先生ぐらいじゃないんだけど、矢部ゆうき講師がね、徹底的にその学びをしてきて、で俺もやっぱ夢の叶え方を徹底的に学ばせてもらって、学んできて、でその共通の学びもあれば、その矢部ゆうきが学んできたものもたくさんあって、でその二人が学んできたことを、もう最高のプログラム、夢が叶う最高のメソッド、プログラムを作ろうって言って作ったのがよしくんです、うん。ごめんなさい、よしくのプログラムなんですけども、そのよしくのプログラムを作っていただいたのがもう本当矢部ゆうきで、僕はどっちかっていうと、その、なかなかプログラムを作ったり、いうことがなかなか苦手なので、それを全部、彼がまとめていただいて、っていう、もう一言で言うと、セミナー講師、そして、天才ですし、そのセミナー講師を育てる天才でもあるので、今なんと予宿講師がもう700人を超えました。矢部ゆうきから学んで、育っていった人が700人突破してたらすごいことで、はい、でも本当にそうやって、一緒に志を持って、人間力大学のもうスーパーメイン講師として、一緒に人間力大学を作って、予宿プロジェクトを作って、そして今は、矢部ゆうきは、お母さんの学校の、まあ、とにかくお母さんのサポートをしたいっていう、彼の一番のやっぱその、ど真ん中にあるものがあって、で、やっぱり子育てに悩んでるお母さんたちがたくさんいる中で、そのお母さんの力になりたいっていう、そんな思いから、まあ、彼が学習塾をやってきて、お母さんの悩みをたくさん聞いてきたっていうのがあるので、そんな、お母さんのサポートをしてきた彼だからできる話っていうのはめちゃめちゃあるので、はい、そんなことでお母さんの学校ということも今開校されていて、これもすごくたくさんのお母さんたちの元気の源になっている、最高の学校があるので、これを見ているお母さんたちはぜひ覗きに来てもらって体験してもらいたいなっていうふうに、すごく思うわけなんですけど、そんな矢部講師に今回人間力大学、またまた登壇していただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。矢部さん、なんかすごいですね、過去最長の大島さんの紹介だった。いや、本当に毎回毎回すごいグレードアップしていただいていやいや、僕はもう感無量な限りでございますそんな矢部さんにですね、今度7月の3日、はい、人間力大学にお越しいただくんですけど、今回のタイトルがですね、お金や仕事、人付き合いの流れがみるみる変わる味方の魔法っていうタイトルで矢部さんに登壇していただきます。はい、矢部さん、なんか今回タイトル味方の魔法ってことなんですけど、矢部さん結構、うん、味方、物の見方とか視点とかっていうところで結構お話しされる機会も多いかと思うんですけど、うん、ここはなんか矢部さんがもともとこのコンテンツというか考え方とかを伝えるきっかけとかってあったりするんですか？まあ、もともとその以前に学習塾やってた時に、まあ学んでいたプログラム、学んでいたというか提供していたプログラムがあって、
はい、ちょっと名前出せないんですけど、いろいろ出せないんですけど、まあ、プログラムがあって、でそれの中で、まあ、物の見方っていう、まあ、フレーズが出てきて、そうで、そんな中で、あの大島さんの作ったてっぺんっていうのが事例として紹介されていたんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、そこで大島さんのことを初めて知って、後々てっぺんに通うことになるってことなんですけど。うん、そう、やめて、常連さんでしたもんね。そう、酒飲みなんですね、ただの。そうなんですよ。で、そこがきっかけで、まあ、大島さん知ることになって、で、そのコンテンツ自体も、なんかたくさんいろんな要素があるんですけど、はい、僕はなんか物の見方ってところにすごく惹かれて、そう。で、そこからなんか探求が始まるんですね。物の見方を変えるって、人生をマジで変えるなっていうふうに思って、でも、なんかそう簡単に変わらないんですよね。うん、そう簡単に変わるっていうのは分かっていつつ、そう簡単には変わらない。っていうのも分かって、あの、そう、変わるっていうか変わった後に戻っちゃうんですよね、結局。なるほど、はい、戻っちゃうってことがあって、で、なんか後々翡翠さんに僕はまあ出会った時に、翡翠さんは物の見方を、まあ、僕とは全く違う方法であの提供されてるんですけど、でもやっぱ物の見方がすごい大事だって、そこをなんか中心に添えてると思うんですけど、翡翠さんとかよく言うのはなんか 0.1 秒で人生変わるっていうふうに言っていて、でそんなことあるかってよく思うじゃないですか。でも僕も今まで学んできた書籍とかに本当に1秒でとか 0.1 秒ですごいフレーズがあって、でその本読んでいくと最終の結末は物の見方を変えるってことなんですよね。なるほどね。でも実際にそうで、物の見方変わる瞬間って本当 0.1 秒じゃないですか。なんかはっって思った瞬間からもう人生変わっちゃうっていう、変わる、うん、そうなんですよ。でここにすごく魅力があって、でこれをなんか追求したいなってことで、すごい学びをその後にしてきたんですよね。物事の見方を変えていくと、ある意味、うん、そうなんですよ。あれだね、物の見方の研究は翡翠さんか矢部幸かって感じだよね。いや、すごい、そんな並べていただいたらあれですけど、多いですね。いもう、はい、違う角度から多分聞きたいのが、聞きたい、いい、聞いて、はいはいはい、さっき言った物の見方は 0.1 秒で変えることはできるけど、また戻る、戻る、うんうん、あ、そこをちょっともうちょっとなんか、あ、みたいなっていうか、はい、じゃあどうすればいいのっていうところがそうですね。はい、そうですよね。いや、その物の見方は、まあ、例えばあの大島さんの講演の中で可能性、誰にも可能性があるっていうことを聞いたときに、あ、そうだって、うん、その今まで思えなかった人がわって本当に 0.1 秒ですごいこうきらめいて、でその日とかに家に帰ったときにまた戻るってことあると思うんですよね、うん、そうそうそう、うん、でも大島さんの講演ではそれがあんまり起きないって僕は思っていて、まあ、同行させていただいてたっていうのもあるので体験していたからそう思ってるんですけど、やっぱりその条件みたいなものがいくつかあるんですよね。物の見方が変わった時のインパクトっていうのがどれだけ強いのかっていうのがまず一つですよね。インパクトってのは、まあ、なるほどね、感情がどれだけ動いてるのかっていうのはインパクトなんですけど、強さなんですよね、そのインパクト、その人にとってのインパクトがすごく強ければ強いほど記憶にやっぱ残るので、スイッチが切れづらくなるんですよ。あ、そうなんです、そうなんです、まあ、僕はそのちょっと嫌な言い方で食い打ちって言ってるんですけど、新しいラベルにこう今までのレッテルっていうものが新しいラベルに変わったところで食いを打っといて、ここでもうこれが私ですよっていうふうにしていくっていう、まあ、イメージなんですけどね、あ、まあ、それがインパクトっていうもので、うん、あの、まあ、変わるんですよね。はあ、面白い、確かにその衝撃が強くて、うん、杭を奥まで打ち込んでたら、うん、なかなかその新しく変えられるが外れないからってことですね。そうなんです、そうなんです。でこれの杭が打たれなくてインパクトがちょっと薄いというか足りないと、なんかその時ばかりは新しいこう自分になれるというか、うん、新しい見方を信じられるんだけど、うん、後々、まあ、とは言ってもやっぱりあれって大島さんだから言えるんだよなとかっていう感じに、うん、元に戻っちゃうというか、そう戻っていっちゃうんですよね。なるほど。そうそうそう。でもう一つは、あの腑に落ちるっていう方法ですね。腑に落とすっていう。腑に落ちる。はい。これはまあ認知的なそういう思考でいろいろやりっくりしていくやつですね。こうだからこうだよねって言われて、ああ、そうかそうかそうかそうだよなっていう感じでこう落としていくっていう。腹落ちするみたいなニュアンスですか、ね、あ、そうですそうです。そこにはなんか理論的なものがあったり、知識的なものがあったり、なんかその、はい、そういう意味では腑に落ちる。そうです。あ、なるほどっていう。うん、寄り添いとかももちろんありますよね。その人人生のそれぞれにいろいろあるので、その人の寄り添った形から物の見方を変えていくっていうような感じですね。寄り添うっていうのがあるんだ、はい、カウンセリングとかでなんか、そうですそうです、納得するとかもそういう、はい、そうですそうです、うん、ああ、
なるほど。説得とか論理だけではなんかどうしてもいかないところがあって、はい、その人の人生に共感しながら進めていくからこそなんか採用されるものの見方っていうのがあったりしますよね。なるほど。説得とか命令とか論理とかだと、そうではなくて、こっち側が無理やりラベルを剥がし、そう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 、書き換えるみたいな感じですよね。うん、なんか一個ちょっとエピソードがあって話していいですか？あ、聞きたいです。あのお母さん向けにその講座をあのやらせていただいていたときに、あの講座が終わった後、講座の最中は全然なんかすごいおとなしい方だったんですけど、講座が終わった後に突然もう解散ですって感じになったときに、僕のところにたたたってあるお母さんがやってきて、すごいあのお子さんの悩みをものすごくもう終わりですって言ってるのに15分ぐらいブワーって話をしてくれたんですね。でこんなこともできてなくて、これがダメ でこういうふうにしたらこここうで、でもこんなことをやっていてもうまくいかなくてみたいな、私どうしたらいいんでしょうかみたいな感じですごいブワーって言われて、で僕はその後にあの時間もなかったってこともあるんですけど、一言だけ、あお母さんそれだけ、あ娘さんだったんですけど、お母さんそれだけ娘さんのことをずっと大事に思われてたってことなんですねっていうふうに、ま、返したらお母さん号泣されて、もう今ので全てが分かりましたって言って帰られたんですけど、これあ分かりますか、これ物の見方が変わる瞬間っていうか、寄り添った形で物の見方が変わっていくっていうのはこういうような例えばですけどね、流れなんですよね。なるほど。見ている視点が違うですよね。お母さんはこの子供のことに一生懸命で、自分が子供を愛してるってことに気づいてないんですね。だからもうあれもやってこれもやってって形でどんどんいろんな方法を変えていくんですけど、まあ、すごく大事な根幹っていうのはお母さんがお子さんのことを愛していて、そのことが伝わってるかどうかが一番重要だなって僕は思ったんで、まあ、そういう感じで返したんですよ。なるほどね。でもこれで見方が変わったんですよね。見ているところが変わったんですよ。でこのままの私で大丈夫なんだっていうふうに思われて、でその方はだからそれ今まではすごい過剰にいろいろやりすぎてたんで、その後あのちょっと見守れるようになったっていうふうにその後連絡をもらったんですけどね。なるほど。そんな感じです、例えばですけど。いやだから大島さんの講演とはまた違った衝撃がその矢部さんの一言、うん、そうなんです。だ僕は僕のなんかこういう冷静な淡々とした感じの中にインパクトを残すやり方をいろいろとこう今まで研究してきたというか。いやなるほどね。それで言うと僕もあれですよ、あの子供があの、うん、なかなかご飯を食べなくて悩んでたんですよ僕、うんうんうん、その時矢部さんに相談したら、そもそもご飯って食べなきゃダメなのお腹空いたら勝手に食べるんじゃないって矢部さんに言われたんです、うんうん、で僕の中で結構の衝撃で、うん、ご飯出されたご飯はちゃんと食べるべきものだし、うん、子供はちゃんと食べないとダメだと思ってたんですね僕は、うん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 、だから矢部さんに一回相談した時に矢部さんがそもそもそうなのかなって言ってくれたのは僕の中でまあまあでかいインパクトで、そっか全く問題ないというか空いたら食べるし、うん、そうそう、あの別に死なないから大丈夫って思えるようにと、すごくそこに悩まなくなったんですよ本当に、うん、そう、それまでは食べさせ方とかめっちゃ悩んでたんですよね、うんうんうん、何したら食べるかなとか、なんか好きなものばっか食べてちゃダメだよなって思ってたけど、うん、生きてるからいいかって思えるようになると全然なんかこう基準が変わるというか、うん、それは矢部さんのなんか静かな衝撃っていうのはすごい感じ静かな衝撃確かにうん、そんな感じですよ。いやすごい変えれたね、あの大島さん今の矢部さんの話、物の見方が変わる条件というか、いや勇気はやっぱその事例がたくさんあって分かりやすいし、うん、そのいろんな角度から物の見方を見てんだなっていうか、その、うん、相談を受けた時もそのどの物の見方をするとその方が、うん、その本質に気づかれたりとか、その方のものの見方がもうまた一緒になって変わっていくのかっていうこととか、いろいろ考えてるんだなってすごく思った。面白いですね。そうなんですよ。でもこれがなんか、うん、あ、どうぞ。いやいや、で、なんかものの見方って、そのやっぱりこれが劇的に変わるので、トレーニングもあるのかなと思ったんだけど、うん、トレーニングもあったりするの、それも。そう、できるんです、できるんです。それを今回ちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど。まあ、一つのなんか型みたいなものはやっぱりあって、はい、その型を練習していく、まあ、最初はちょっとなんかこじつきみたいなところもあるんですけど、なんかこれがね、ずっとやっていくと、なんか
機能しだすんですよね。あ、じゃあ後天的に磨けるんですね、もの磨ける、はい、磨けます。まあ、僕自身が後天的に、そうそうそう、僕はもともと後天的に身につけてる。でもう一個ね、ちょっとだけお話ししたいのが、はい、こういう見方を変えるっていう話をしていると、それってただのポジティブシンキングじゃないのって言われることがあるんですけど、僕はいろいろ探求してきて行き着いたのが、物の見方を変えるってことをしていると自然とね、癒しが起きるってことが分かってきたんですよ。つまり受け入れるっていうことが自然とできるようになってくるんですよ。受け入れるが一番難しいんですよ、この心理をやっていて、おそらく皆さんが行き着くところなんですけど、受け入れましょうって言われたところで、どうやってみたいな、受け入れるってどうやってみたいな感じなんですけど、実はこの一見ちょっとテクニック的な感じがするものの見方を変えるっていうプロセスの中で、癒しが起きて受け入れがされるので、なので本当の意味で見方が変わっていくっていう、いうふうにね、変わっていくんですっていうことに気づいちゃったんですよね。そうなんか、その結果周りから見たらポジティブなだけじゃないの、ポジティブなんか、そうそこだけを切り取るとそう見えちゃう、うんうん。でも僕はカウンセリングでやってることも実際そういうプロセスなんですよ。なるほどね。その結果受け入れることができて、そこを許すことができるから自然とポジティブに心の向き方が変わって、さらに物の見方が上手になってくるんだけど、へえ、面白さ、面白いですね、矢部さんのお話。いや、ちょっいろいろなんかちょっと相談乗ってもらおうかなと思って。矢部さんに、そうそうそう、あ、今これそうだ、これ収録だからダメだなと思います。公開相談、公開お悩み相談みたいになります。そうですね。そして皆さんからするとあれですね、大島さんも悩みあるんだと思って、なんかこうちょっと安心しちゃう。でもやっぱり勇気には自分の息子の相談もすごい乗ってもらったりするし、うん、あ、やっぱそうですよね。そうそうそう、だからうちの息子たちも結城先生には相談できるんだよね、みんな。すごい。そうそうそう。っていうのもすごくあるから、うん、そういう存在ってすごい、もう本当にありがたいなっていうか、俺がすげえ助かってるんで。うん、すごいな。ちょっとじゃあ本番では矢部さん、そこのトレーニングみたいなものを、ね、ちょっと簡単にしてるところから。方法も知れるってことです、ね、うん。はい。いやー、でもこのものの見方、このものの見方力っていうのかな、何の力っていうのか分かんないけど、うん、この物の見方のが変われば本当人生に革命が起きるし、うん、物の見方力はつくと、うん、本当に人生変わると思うので、うん、この回は、今度の回はちょっと神回になるなっていうのはすごく予感がしてたまんないなと。予感が。はい。確かに、そこが変わるとお金の流れとか、人付き合いとか、仕事に対する取り組み方とか関わり方も全部変わりますもんね。うん。全て変わるね。うん。いや、また7月3日にお話しいただくと思うんですけど、はい、今ちょっと見ていただいてる YouTube 見てくださってる方に最後ちょっと一言だけいただいて締めてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。なんか、最近、潜在意識っていう言葉が多分よく聞かれると思っていて、関心がある方も多いと思うんですけど、僕は今回は顕在意識という、力の話をしようかなと思っていて、というのは潜在意識 97% って言われると思うんですけど、顕在意識の 3% がなかったら潜在意識変えることができないんですね。潜在意識に触れることができないので、で僕らは結局変えるって言っても顕在意識を使って変えてるんですね。なのでこの顕在意識をフルで使うこのものの見方のトレーニングっていうのをちょっと別の角度からですね、普段のちょっと別の角度からお話できたらなっていうふうに思います。だから誰でもできるってことです、簡単に言うと。潜在意識とか難しいことを置いといて、ね、もう簡単な顕在意識だけでできるワークとか、まあ、そういったやり方とかをお伝えできればなっていうふうに思ってます。知りたい。なるほど。顕在意識のものの見方が変わることによって潜在意識も変えていくよっていうか、そこの入り口だからマジ大事だね、はい、そうだよね、うん、そうだよ。潜在意識を書き換えるのがいいよって言われても、潜在意識どうやったら書き換えたらええねんって思ってる人、うん、世の中たくさんいると思うんで。うん、そうなんです。だから誰でもできる潜在意識のところですね。意識すれば変えられるところからまず変えていくっていうアプローチ方法ですね。いやー、すごい。なおさら7月3日が楽しみになりました。矢部さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、最高。最高。見てる皆さん、概要欄からですね、ビジター参加できますんで、このチャンス逃してしまうとすごくもったいないので、ぜひこの機会に
ご参加いただけたらと思います。今日も見ていただいている皆さん、矢部さん、大島さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本番楽しみです、矢部さん。